笑うような暗くのない釜も突然変わるとかじゃねえし。ふとちゃうから我慢しておやつ悩んじゃうから諦めた彼氏卒業したらもうそんなのいちいち気にしなくなるのかな。 行き着けた店のおばさんもあの道も一度で喧嘩を打ち明けた駅のすぐさままた会えるからきっと会えるからまた笑顔してきっと会えるからねみんな 言葉じゃ交わさない約束なんだよ当たり前ならこんな場面ではみんなして泣いたりするけどねなんか街で泣けてくる本当なんだね笑顔に涙 じれたような普通の青春じれたような内気なあの子も卒業したらもう意味ない喧嘩もできないキロちゃんには早すぎたけれど当たっちゃうのよわかんないけれど卒業なんて もうそれこそ随分超先のことだとは名の知れないアマチュアバンドのMDを誰かがみんなに聞かせたらすごく流行った次会える時いつになるのかな 次会えるならみんな来るのかなね全部全部夢みたい本当なんだね明日から違う服を着て後で通りに歩いてゆくのねあ全部全部ありがとう本当なんだもん 笑顔でまた会えるからきっと会えるから また笑顔をしてきっと会えるからねみんなこの場じゃ交わさない約束なんだよあドラマならこんな場面ではあみんな泣いたりするけどねなんか街で泣けてくる本当なんだね 笑顔に涙 와와예 yeah.